Yeah.
ミニーの温かい心が君に不思議な力をくれたんだよ。ジャングルには不気味な蛇、航海中に嵐にあって巨大なタコに会うかもしれない。
で一飛び。そのお話やらを僕がミニーに届けてやる。なんといっても僕はポストマンなんだぜ。ダディ、例えばどんなボールがしたいんだい？私にもよろしくね。うん、分かったよ。
との冒険旅行から久々に帰ったダッフィーにとっても素敵なことがこれから起こるんだ。何が起きるかっていう、それは見てのお楽しみ。ところでお前は誰だって？やったんだ、このケープコットのポストマン、ティッピーブルー。わあ、まあいいか、じゃあ楽しんで。わあ、ちょっとしたアイデアよ。でも素敵なことが起こるかも。
私たちはいつまでも友達。
冒険旅行の途中で新しい友達と出会ったんだ。なんとその友達は器用に尻尾を使い絵を描くんだよ。尻尾で絵を描くなんて変なやつ。そしてミッキーとダッフィーはそいつを我が家に招待しようと一緒にケープコットに向かったんだ。そろそろそれが誰だか教えようって。友達をみんなに紹介できる。ミッキー楽しみだね。そうだね、ミッキー。フレンドシップ号は順調にケープコットに近づいている。そろそろ上陸の準備をしなきゃ。オッケー。ミッキー、ジェラトーニにも伝えないとね。そうだね。ミッキー、船の操縦は？今は船が運んでくれてる。ミスターフレンドシップは心配ありません。何でも後にしてしまおう。
公開中も君たちはいつも一緒だよ。なんて素敵なんだ。